それで、じゃあ、今日の、授業に入りたいと思います。で、まずですね、一つ補足なんですけれども、前々回の授業で、2ベクトル空間の部分空間の定義を行いましたが、ちょっとそこで補足をしたいと思います。部分空間の定義をやった際に、教科書ですと、教科書の127ページの真ん中ら辺ですね、そこにその部分空間が満たすべき条件式として、SS1 と SS2 というのが ありますけれども、ちょっと皆さんは、皆さんのノートですね、この部分空間の部分をちょっと開けてみてください。確かこれ板書したときには、これ V を数ベクトル空間として、で、W を V の部分集合というふうに書いたはずです。で、その次にですね、W は、V の部分集合で空ではないというふうに書いたんですけれども、ここをちょっ と、実はこの条件結構大事なので、もう一つ付け加えておきたいと思います。教科書ですと SS1 と SS2 という項目がありましたが、その前に、SS0 という項目にして、で、ゼロベクトルが W の源であるという条件をというふうに書き換えておいてください。ここの部分ですね、この部分を書き換えと。あとは SS1 と SS2 は前の授業でやった通りです。で、実はこの、ゼロベクトルがこの W の源であるというのは、実はその部分空間だけではなくて、その全てのベクトル空間について言えるということに気をつけてください。どんなベクトル空間もゼロベクトルは必ず源に含みます。ですので、教科書ではその W は空でないというふうに書かれていますが、例えば皆さん演習問題をやられるときに、これこれの集合が部分ベクトル空間であることを示せという問題に当たったとしましたら、W が空でないことを示す一番手っ取り早い方法としては、このゼロベクトルが W の源になるということを示せばよいことになります。ですので、演習問題を解くときには、これに気をつけて解くと良いと思いますので、ぜひ注意して解いてください。以上がその部分空間に関する補足ですけれども、何か質問はありますか？はい、いいですかね。はい。じゃあ、次行きましょう。それで、一応ここからが本当の今日の、範囲なんですけれども、前回の授業では、線形写像についていろいろやりました。まず、線形写像の定義をしまして、でそれから、行列を一つ与えると、その行列が線形写像を一個定めるということ、それから逆に、任意の線形写像の与え方ですね。その任意の線形写像っていうのは、その基本ベクトルがどう映るかということをこう決めれば、線形写像を一つ与えることができるということ。でさらにその任意の線形写像からをですね、行列で表すということができると、そういう話もまで行ったと思います。で、そこでですね、前回はその、教科書125ページの下の方にあります、定理 5.1 までやったんですけれども、その下に例題 5.1 というのがあります。
で、これまで講義ではなかなかその分量の都合上、その例題を取り扱う機会が少なかったんですが、この第5章は、まあ、京都ですね、京都それから金曜でほぼ進めるめどが立っていることと、それから、まあ、今まで のやった内容よりもちょっと抽象度が高いかと思いますので、一応例題を通して少し具体的にこう計算をしてみたいと思います。ということで例題の 5.1 をやりましょう。例題 5.1 は写像 F が与えられていますね。写像 F は、まあ、数ベクトル空間から数ベクトル空間への写像ですけれども、K の2ですから、まあ、2個の数ベクトル空間ですね。K の2から K の2への写像ということで与えられています。で、それがどのような、具体的にはどのような写像かというと、まあ、元々の K の2にある、まあ、X1、X2 というベクトルを、次のベクトルに移すという写像なんですけれども、移された方の第一成分が、まあ、X1 プラス X2 と。それから同じく第二成分が、2X1 プラス 3X2 と。まあ、こういうようにそのベクトルを移す写像としましょうというわけですね。で、問題文を読みますと、括弧1番、F は線形写像であることを示す。で、括弧2番、F は、F を2回合成した写像は、これこれで与えられること、さらにそれが線形写像であることを示すという問題です。で、ちょっとここ黒板の高さが中途半端なので問題文だけ書いて、じゃあちょっと右側の黒板にその括弧1番から答えを始めましょう。そうしますと、まず括弧1はその F が線形写像であることを示します。ここまでいいですか。まず括弧1番は F が線形写像であることを示しましょうとですね。で、この例題 5.1 の回答が126ページの1、2、3行目から始まっていますので、一応このノートを写し終えた人はこの部分をからちょっ と一緒に見ていきましょう。ちなみに僕の板書はその教科書と全く一緒というわけではなくて、多少アレンジして書いていますので、まあ適宜まあ両方見比べる、まあね、この授業時間に見比べるのはまあ写すだけで精一杯大変かもしれませんので、まあまた復習の時に見比べてほしいと思います。で、教科書の回答ではその初めに行列 A をですね、二次の正方行列と置きなさいってあるんですね。で、教科書の答えだと、その実はこの、写像 FX というのが、この X にこの行列 A をかけるものに等しくなるということを、まあ、いきなり述べているんですけれども、一応、まあ、ここではその写像がこう与えられたときに、この写像をですね、そのどうやってその行列 A に持っていくかというのを少し段階を追ってやってみましょう。ということで、まず最初にその F の行列表示、まあ、行列表示というのはまあそんなにちゃんと定義した言葉じゃないんですけども、まあ、行列で表した場合のものですね、を求めてみましょう。これはその前回の授業で、そのまあ線形写像が与えられたときに、その線形写像をそのどのようにして行列で表したかということを、まあ、もう一回復習するものですから、一応その前回の授業の復習の一環となっています。
ので、一応そのことに注意しながら聞いてください。で、前回の授業では、その線形写像が与えられたときに、それをその行列で表すにはどうすればいいか、っていうことをやったんですが、そのやり方をもう一回復習しますと、その線形写像を行列で表すときには、この基本ベクトルがですね、そのどう映るかということをまず書き出しなさいということをやりました。この場合は、2項数ベクトル空間ですから、基本ベクトルは、E1 と E2 の2項あります。ですので、まずこの基本ベクトルの E1 と E2 がその F によってどのようなベクトルに移るかということを書き出してみましょう。それで、まずその E1 をですね、F で移した場合はどうなるかっていうんですけれども、この F、まあ、E1 というのは10ですよね。10をこう F で移しましょうと。で、10っていうことは、元のその、写像の定義式に当てはめるとどうなるかっていうと、まあ、ここの写像の定義式で X1 に1を代入して、それから X2 に0を代入したことになりますね。そうすると、これ移った先とベクトルというのも、ここの式の x1 に1を代入して x2 に0を代入すれば、この基本ベクトル1、0の移った先が求まります。ということで、実際に代入してみると、これが1、2に移るということが分かります。ここまでいいですか？あの写像の定義式に、実際にこの x1、x2 の値を代入することで、その移った先が出てきます。で、次に、じゃあ、この基本ベクトル E2 を F で移しましょうってですね。そうすると E2 は0、1ですから、0、1を F で移してみたらどうなりますかっていうと、その、最初のその F の定義式で、変数 X1 に0を代入して、それから変数 X2 に1を代入すれば出るわけですね。で、実際に代入してみますと、これが1、3と。いうふうになります。ここまでいいですか？まず、そうですね、この F の定義から、この与えられた、こう、どんなベクトルでもちゃんと自分で移して、こう、どこへ移るかっていうのを計算できるというのがまず必要ですね。まあ、そこを気をつけましょう。それで、じゃあ、ここまでできたとして、一応、前回の授業でやった話を振り返ると、その F の行列表示っていうのはどのようにして求まるかっていうと、ここからですね、この基本ベクトルを、F で移したやつです、ベクトルですね。これを E1 を F で移したベクトル、それから E2 を F で移したベクトルを順番に左から並べなさいって言うんですね。これがその F のその行列、F をその行列で表す、手順ですということで、前回の授業でやりました。そんなんだったっけと思う人もいるかもしれません。確かになかなかこういう話はその一回で理解するのは難しい場合もあるでしょう。僕自身もそうですから、だからちょっと疑問な人は、またこの授業が終わってから、まあ、前回の内容も含めて振り返ってみてください。で、一応結果だけ書きますと、このように F の E1 と F の E2 を並べて作った行列が、第1列が1、2となって、第2列が1、3となると。で、これがその、この F を行列で表した形になるっていうのが、まあ、前回の授業でやった結果です。ですので、そうですね、一応、まあ、ちょっと式を先に書きましたけれども、もう少し、こう、なんでしょうね、文章にしますと、一応ですね、ちょっと皆さんにも心がけていただきたいんですけれども、数学の答案を作る際
にもですね、ただ単に式を並べるだけではなくって、ちゃんと日本語の作文になるように答えを書いてほしいと思います。というのは、多分皆さんですね、その演習の授業で、あ、そっか、今演習の授業は、その演習問題を発表する機会というのはないと思うんですけれども、仮に皆さんがその演習問題の答えを、こう、友達の前で板書をしながら発表する状況を考えてみてください。で、その時に多分、式だけをずらずらずらっと書いて、チョークを置いて、トコトコトコって、自分の席に戻るっていうことは多分ないんじゃないかなと思います。一応書きながら、どういう考えでこういう計算をやって、で、最後の結果はどうなりましたっていうふうに、まあ、書き終わってから説明する、もしくは書きながら説明するってことをやると思うんですよね。ですので、まあ、演習ですとか、それから試験でその答案を書くときも、なるべく、適宜ですね、日本語を補って、その日本語の文章として、答えを読めるようにしてほしいと思います。で、この場合ですと、まあ、F の E1、F を E1 で移すと、このベクトルで移って、E1 を F で移すとこのベクトルに移って、それから E2 を F で移すとこのベクトルに移ると。よって、まあ、行列 A をこれこれと置くと、置きますと、その、この2の x ですね、この2項数ベクトルの x に対して、この fx、この fx は、この x に行列 a を左側からかけた形で表されると。で、実はこの形の写像がですね、線形写像になるということは教科書に書かれています。実は前回の授業でやりました。で、教科書ではどこに書かれているかというと、ちょっと戻って124ページですね、124ページの下から4行目からですね、さて、ここで一般的に M×N 行列 4M に対して写像 LA を LAX イコール AX で定めることですと。この LA が線形写像になることはいかのように差し込むことができるという運分というふうに証明がありますので、一応これが出た段階で、じゃあこの F というのは線形写像だというふうにこう結論付けて、いいわけです。ゆえに、まあ、この場合は、まあ、ここで F は線形写像と結論付けていいでしょう。もしくは、その演習問題の出し方によっては、これが線形写像になることを、実際に確かめなさいという問題も出るかもしれませんので、その時には、その線形写像の定義に従って、実際に、例えば、ベクトル X と Y があったら、その X プラス Y を F で移したものと FX と FY の和が等しくなるとか、それから あとはその X のスカラー倍を F で移したものがその FX のスカラー倍に等しくなるとか、そういう性質条件を示すということになると思います。まずここまでいいですか。引き続きその括弧2番を見ていますけれども、括弧2番はその F の合成ですね。F の合成というのはこの場合はその F を2回かけた施した写像という意味ですね。
で、まあ、もともとは F0F というような書き方をして、これを略して F の2乗といった書き方をすることもあります。で、これですね、この写像を求めて、この写像もやはりその数ベクトル空間 K2 から K2 への写像なんですけれども、これを求めて、まあ、それが、線形写像であることを示しましょうという問題です。ということで、この問題をですね、解いてみましょう。まず、ベクトル x をその数ベクトル空間、数ベクトル空間 K2 から取っていきましょう。それに対して、じゃあ実際にこの F の合成でこの X をまあ写してみるっていうんですね。で、これがその最終的にそのまあ線形写像である何らかの形でこう表せればこう問題に答えたことになります。で、この F0F というのを一度その定義に従ってこう書き直してみますと、これっていうのは、fx をさらに f で写したものだと。x を f で写したのは、まあなんか k2 のベクトルですから、それをさらに f で写したものが、まあこれになるわけですね。で、そこで、この fx っていうのは、その実は括弧1で答えたその行列 a を使うと、こう、a×x というふうにして表せますから、それを使うと、f×x の a 倍というふうにこう書き直すことができます。で、実は、これ、外側の f についても同じことをやることができて、ax っていうのはその何かある、ベクトルですので、そうすると f でこのベクトルを写すということは、やはり、このベクトルに a を左からかけるということに他なりませんから、a×ax と、こう置くことができるわけですね。で、これをさらにどういう形にできるかというと、ここから先はその、行列の積に関するこういろんな性質が使えるわけですね。全部これ行列とかベクトルの積になったわけですから、今度は行列の積に関する性質を使うと。で、ここでその結合法則を使うと、この行列をかける順番を変えることができます。今はこの a と x を先にかけてから左側の a をかけていますけれども、これ実は結合法則によると、その先に真ん中と左のこの a をかけてから、それで x を右からかけるということもできますから、一応ちょっとくどいですけど、こういうかけ方ができるようになって、これっていうのはすなわち x に a の2乗を左側からかけるということと同じ意味になります。ここまでいいですか。ということで、その実は、皆さん大体こう予想してた結果かもしれないですけれども、その F の合成というのもやはりベクトル X にある行列を左側にかける形になったと。で、これはすなわち括弧1でやったように線形写像なわけですね。ですので、もう一回文章で書くと、
ゆえに、まあ、K2 のベクトル X に対して、この F 丸 F の X というのは、A の2乗を X にかけたものに等しくなると。で、まあ、ちょっとゆえにがいっぱい重なるのは、まあ、ちょっと日本語としてはあまり美しくないですので、よって、F 丸 F は、A 線形写像であると。という結論を導くことができます。ここまでがその括弧2の答えの前半ですね。ここまで質問ありますか？はい。で、後半ではその実際にこの線形写像を求めなさいっていうことをがありますので、まあ、一応その教科書のような線形写像の表し方を求めてみることにしましょう。そうしますと、まあ、行列 A の2乗を使って表すわけですので、A の2乗を計算しますと、これが3、4、8、11より、で、まあ、X をですね、移されるその、まあ、2項の数ベクトルを成分で表しますと、この X1、X2 というベクトルに対して、この Fx というのは、X を A の2乗、X に A の2乗を左からかけるんですけれども、それを一応具体的な形で表しますと、第一成分が 3x1 プラス 4x2。それから第二成分が 8x1 プラス11倍の x2。まあ、こういう形で表すことができるということで、まあ、一通り答えが終わります。といった答え方が、まあ、大体標準的ではないかと思いますので、まあ、今度は実際に演習の時間に演習問題を解くことになるかもしれませんが、またそこで確認してみてください。ここまで何か質問ありますか？はい。じゃあちょっと次の話はまた結構その線形写像に関する大事な話になるんで、ある程度皆さんの晩酌が済んでから話を始めたいと思いますが、どうですかね。まあ、大方の人が終わった頃に始めたいと思います。あ、じゃあ一応そうか、先にそのセクションのタイトルだけ書いておけばいいんですね。次は教科書127ページのセクション 5.2、線形写像の像と角度になります。
これからその線形写像の像というものとそれから核というものの定義を行いますけれども、実はこの像と核というのが非常にその線形写像を考える上で大事な要素で、どのぐらい大事かというと、その線形写像をいろんな目的で線形写像を調べるというのは、すなわちこの像がどうなるか、それから核がどうなるかというのを調べるのとがほぼ同じぐらいの意味があります。で、ですので一応 それをまずこれから定義していきたいと思います。で、以下ですね、まずこの F というのを S ベクトル空間 K の N から K の、M ですね、N 写像としますけれども、これを線形写像と言って話を進めたいと思います。それでですね、一応ちょっとこれから扱うその線形写像と、それからその映される方の数ベクトル空間と、それから映った方の映った後の数ベクトル空間っていうのをこう頭に入れておく必要がありますので、ちょっと図を書いておきますけれども、映されるベクトルが属する数ベクトル空間は、K の N という数ベクトル空間ですね。これに対してこのもう一つ K の M という数ベクトル空間がありまして、でこの2つに対してですね、この KN から KM への線形写像 F というのを考えます。まずこういう図式の中でその物事を考えるということをちょっと頭に置いておいてください。それで、そうですね、最初にその F の像というのを定義しますけれども、F の像はですね、次のような集合のことを言います。FX の集まりで、X は K の N のベクトルと。で、実際にはこれはその K の M の部分集合なんですけれども、これをF の像と呼びまして、この IM の F というような記号で表します。でこの記号の IM っていうのは、実はこの F の像のことをですね、英語ではイメージと言いますので、その頭文字を取っています。ここまでいいですか。で
まずですね、この書き方に皆さんどれだけ慣れているかっていうのが、ちょっと、心配なところがあるんですが、この書き方でこうよく分かったっていう人どのぐらいいます？なんかあんまりよく分からないっていう人どのぐらいいます？はいはい。で、この書き方ですね、よく数学では現れるんですけれども、数学のその集合の書き方ですと、この左側の方に書かれているのが、まあ、ものですね。その中の対象、集合の中の対象ですね。で、右側に書かれているものが、そのものが満たす条件がこうやって書かれていることが多いです。で、実際に、じゃあこの集合がですね、この左側の黒板に書いた図の中で、そのどういう部分に相当するかっていうのはちょっと、見てみましょう。例えばですね、この今、まあ、kn と km という2つの、数ベクトル空間があって、で線形写像 f があって、で例えばその kn にあるこのベクトル x1 というのを取ると、数ベクトル x1 を取ると、これが f でこう km のどこかにこう映るわけですね。で、じゃあ他のなんか別のベクトル、数ベクトルを取ると、x2 というのを取ると、まあ、これも km のどこかにこう映るわけですね。で、これをですね、こう、kn の、いろんなベクトルをバーッとこう f で映しています。そうすると、kn のこの無数のベクトルがこう、映りますね。で、映った点の集まりをこう書き出していくと、そうするとだん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 この点が集まってきて、その例えば、こんな感じの KM の分子号ができたとしましょう。つまりこの K の全部の点をこう F で写したら、ここに映ったよと。で、実はで、この今斜線で引いたところが、この F の像と呼ばれる部分です。もう一回言うと、その KN の全ての点をこう写して得られた、こちらね、KM の点の集合ですね。これが F の像と呼ばれる集合です。で、実はこの F の集合、イメージ F の各点にはその必ずある特徴がありまして、それはどういう特徴かというと、この KN のどっかから F で移ってきた点だっていう意味なんですね。すなわち、この例えばそうですね、もしこのある Y というのが、F の F の像の点だとするならば、この Y というのはどっかから F で移ってきた点だよと。だから移る前の点がどっか K のどっかにあるっていうんですね。KN の点をどっかの点をF で移したものだよということが成り立ちます。このことを数学ではどう書くかというと、Y が F の、イメージの点であるということは、まあ、ある KN の点 X が存在して、これサチダットの略ですけれども、ある KN の点が存在して、この Y というのはこの X を F で移した点だって言うんですね。もう一回こちらで書きます と、もしこのイメージF のイメージにこの Y という点があったならば、必ずこの KN のどこかに点 X というのが存在して、この点 X を F で移したものが Y に等しくなると。まあ、そういう条件を言っていることになります。実は この F のイメージに関する条件式っていうのは、これからやるいろんな演習問題で結構使うものですので、こういう意味だということをよく理解しておいてください。
まずこれがあの F の像という集合 の定義です。よろしいですか。まあ、あのなかなか1回では捉えきれないかもしれませんけれども、とりあえずあとは何回もあの演習問題解いたりして、こうだんだん理解していきましょう。で、次に、F の核という、定義を、集合の定義をします。今度は、集合の書き方がちょっと違うんですけれど、あの像の場合とちょっと異なるんですけれども、Kn の点の集まりで、で、どういう条件を満たすかというと、F で移して0に移るような、そういうベクトルの集まりですね。でこれは、移される前の、Kn ベクトル、数ベクトル空間 Kn の部分集合ですけれども、これを F の核カーネルと呼んで、このカー F という記号で表します。で、このカー F の記号の意味は、その F の核っていうのを、の英語で呼ぶ呼び方、カーネルの頭文字を取ったものです。ここまでいいですか。で、まず、その、じゃあ、カーネルっていうのは一体、その F の核っていうのはどこにあるのかっていうのをまず、こう、説明しましょう。先ほどは、F のイメージ像っていうのは、その、F で移された先の Km の分子号だったんですね。ところが、今回はそうではなくって、まあ、Km の、どこかにゼロベクトルがあります。これは必ずあるわけですね。で、じゃあこの Kn の点で F で移して、こう、ゼロベクトルに移るような点をちょっと書き出してみましょうと。そうしますと、まず少なくともその1個はあるんですね。この Kn の点で F で移してゼロに移る点っていうのは1個はあります。それ何だか分かりますか？実は前回の授業でやったんですけれども、皆さん覚えているでしょうか。忘れちゃった人は、まあ、なんでしょうね。とりあえず、まあ、勘で、なんとなく、こう、根拠がないけど、こうかなって思う人もいるかもしれませんが、実は、ゼロベクトルですね。ゼロベクトルは必ず、どんな線形写像で移してもゼロに移ります。という話を前回、しました。多分ノートにもあると思うんで、後で思い出してみてください。それ、0は必ず0に移ると。で、ところが、その0以外のベクトルであっても、F で移して0に移る点というのがあるかもしれません。これ、線形写像の F の与え方によるんですけれども、まあ、ある時もあるしない時もある。別に、まあ、あると思うと、まあ、何個か、こう、F で移して0に移る点を集めてくるわけですね。そうすると、まあなんか、Kn のうち、ここの集合の中の点は F で移すと0に移るよっていうことが分かったとしましょう。実は、この集合のことを F の核、カーネルと言います。ですから、ここの、まあ、点は、F で移すと0に移りますと、まあ、そういう点ですね。
一応それを踏まえてこの集合の定義に戻ってこの定義式の意味をもう一回見てみますと、X、これは Kn ですね、移される前の数ベクトル空間 Kn の弦 でこういう条件を満たす点だって言うんですね。どういう条件かっていうと、F で移して0ベクトルで移るような、そういう点の集まりですということを言っています。というのが一応まあ F の核の定義ですね。ここまでいいですか。でそれで、ここまでか。よし。で、実はこのセクション 5.2 でやることはですね、次の3つです。定理 5.2 というのになります。教科書の128ページの、真ん中ぐらいにありますね。このセクションではこの3つの事実を学びます。で、1つ目、F の像ですね。イメージ F は、先ほどの定義では、この KM の、部分集合として定義したんですけれども、実は、数ベクトル空間としてこの部分空間になっています。というのが一つ目の事実です。それから二つ目。二つ目は F のカーネルですね。核の方。これは、移される前の方ですね、Kn の部分集合ということで元の定義したんですけれども、実はこのカーネル、F のカーネルも、その数ベクトル空間として Kn の部分空間になっています。というのが2つ目の事実です。で、それから、もう1つ、3つ目ですね。これは上の2つとはちょっと異なる性質なんですけれども、もしこの F が単斜、皆さん単斜という性質は定義は覚えてますでしょうか。もう多分第1章のあたりにこの集合とか写像を扱ったあたりで演習の方でやったかと思うんですが、やりましたかね。多分やったと思うんですが、まあ、もう一回思い出してみましょう。とりあえず F が単斜なら、またその時に限りですね、必要十分条件として、この F のカーネルですね、核が、0ベクトルのみからなるというのが必要十分条件だったんですね。だから F が単斜ならば F のカーネルは0ベクトルのみだし、 F のカーネルは0ベクトルのみならば F は単斜と、そういう性質を示します。ここまでいいですか。で、今まではですね、この定理の証明ってほとんどやらなかったんですけれども、一応ここはちょっと説明します。と言いますのは、この定理の証明の中でですね、例えば、線形写像である性質をどう使うかとか、それから、あと単斜っていう定義をどう使うかとか、これ結構いろんな問題演習の際に、
使われる数学の常套手段とか、まあ、テクニックってことではないですけど、まずその結構そのよくやる説明の仕方をがこの証明の中に入っていますので、一応そのデモンストレーションを兼ねて一通り証明を追ってみますので、まあ、なるべくこう段階を細かくして皆さんがついてこられるようにしようとは思いますけれども、まあ、なかなか最初は飲み込みにくい部分もあるかもしれませんので、そこは必要に応じて各個人で復習するなどして、確認してください。で、まずですね、この定理の括弧1と括弧2なんですが、これは部分空間であるってことを証明しますので、そのまあ括弧1と括弧2は、それぞれの集合はその部分空間のその定義式ですね。定義式に、定義にその条件式がありました。SS0 っていうのは今日最初に説明したものですし、それから SS1 と SS2 というのは、前回の授業で説明しましたけれども、前々回の授業で説明しましたけれども、まあ、とりあえずこの3つの条件式をこう満たすということを示せば、括弧1と括弧2の証明はできます。ということで、じゃあやってみましょうか。まず括弧1番ですね。括弧1番なんですけれども、まずこの SS0 っていうのは何だったかっていうと、そのゼロベクトルがこの F のイメージの一つであるということを、まあ、示すわけなんですけれども、先ほどちょっと話をしましたが、どんな線形写像が与えられてもゼロベクトルはゼロに移るということを先ほど確認しました。ということは、これどういうことを言ってるかっていうと、これはその移った先の KM のまあゼロベクトルなんですけれども、それに対して KN のにあるベクトルが存在して、それを F で移せばこの0に移ってくるということを言ってます。ですので、この KM のゼロベクトルっていうのは、実はそのこの上の図でですね、この中に入っているんですね。ですからゼロベクトルはこの F のイメージの源であるということがわかります。もう一回繰り返すと、このゼロベクトルっていうのは結局、これはゼロを F で移したものだと。だから何かを F で移したものがあれば、何かを F で移してこれに移ってくるものがあれば、これは F のイメージの源だってですね。ですので、これはゼロを移して移ってくるものだから、このゼロはイメージ F の源だということになります。まずこれで SS0 が分かると。で、次に、
SS1 は何だったかっていうと、X と Y が KTF のイメージの弦ならば、この時にその X プラス Y、これですね、X プラス Y も F のイメージであることを、の弦であることを示しましょうってですね。じゃあ、それをどうやって示すかっていうことなんですけれども、X と Y がこの F のイメージの弦であるということは、まずここからですね、ここから何が言えるかっていうと、なんかあるベクトルが KN に存在してですね、X と Y というのはどっち、X、何か KN にあるものを、ベクトルを F で移したものが X になるし、だからなんか別な、ものを F で移したものが Y になるということなんで、この過程からですね、まあ、ある X ダッシュ、それから、まあ、ある Y ダッシュ、これが KN の方に存在して、この、X ダッシュを F で移したものが X になるし、それから Y ダッシュを F で移したものが Y になると。だからこういうその移ってくる元ですね、移ってくる元になるこの X ダッシュとか Y ダッシュがまあ存在するっていうのが、この X や Y があの F のイメージの弦であるということから分かります。あとここまでいいですかね。これは仮定からこのように、イメージ F の、F のイメージの定義から言えること。で、ところでですね、で、次にその F が線形写像であるという性質を使うと、F が線形写像であるということを使うと、まあ、X プラス Y というのを考えたときに、これっていうのは、もともとは、この F の X ダッシュと F の Y ダッシュの和なんですね。で、ここから次の事実は、その F が線形写像であるっていうことから言えるんですが、これ実は、X ダッシュと Y ダッシュを F で写したものに等しいと。だからここからここはその F が線形写像だから、こう言える、等しいっていうんですね。言えるわけですね。で、これから一体何が言えたかっていうと、ここの、この両辺を、一番端ですね、両端を比べてみましょう。両端を比べてみますと、実はこの x プラス y ってこういうベクトルに対して、なんかこういうベクトルがあって、その、X プラス Y っていうのは、これをその F で移した結果だよってですね。ですので、その F で移ってくる元が実はこういうベクトルだとして存在するっていうことを言っているので、ここからこの X プラス Y も F のイメージの弦であるということが言えます。
ここまでいいですか。ちょっと一応この下の図は残しておきますね。それからこれでまあ SS1 の性質が示せたと。であとは SS2 の部分ですね。SS2 の部分はどういうことを示せばよかったかっていうと、まあ今 X が F の像ならば、あるスカラーに対して、X のラムダ倍も、F のイメージの源だということをまあ示すわけですね。これが示せればよいと。これを示すと。ということで、ここからですね、ここは先ほどと同じようにして、ある、X' という、ベクトルが存在して、で、この X というのは、X' をこう F で移した結果ですと。これは先ほどの SS1 の時のようなと同様にこの仮定から示され言えることなんですけれども、でこれに対して、この時ですね、この時この定数もしくはスカラーラムダに対して、ラムダ倍の X、 これは X は FX' ですね。これ X' を F で移したものなんですけれども、ところがこの線形写像の性質からこのラムダというのをこの F の中に入れることができるんですね。そうするとこういう形になると。で、また先ほどと同じように、この等式の、それぞれ両端を見比べてみますと、実はこのラムダ x っていうベクトルに対しても、実はこういうベクトルを f で移してきたものが、このラムダ x になっているということですから、このことから、ラムダ x も f のイメージ。の源であるということが言えます。で、ということで最終的にその SS0 と SS1 と SS2 の3つの条件を示すことができましたので、以上より F のイメージ像がですね、 K の部分空間であるということが示されます。ここまで
いいですか。ということで、一応その、まあ、この定理 5.2 の括弧1番の証明はしたんですけれども、意外と時間かかりますね。本当は一応括弧2と括弧3も証明を時間があったら証明説明しようかなと思って準備したんですけれども、あと残り5分だと相当な倍速で喋らないと説明終わらないですね。それから、まあ、多分そんなスピードで喋ったら多分皆さんついてこられないでしょうし、分かりました。ちょっとそうですね、まあ、時間の制約がありますので、もしかするとその括弧2と括弧3 の、 証明はこの説明しきれないかもしれません。のでその際は教科書ですとか、それからあとは講義ノートもアップロードしておきますので、そこをもう参考にしながら、その各自読んだ上でもしわからないところがありましたら、まあ、僕ですとか、それからティーチングアシスタントの方などに質問してください。で、一応ですね、あと残った部分がセクション 5.3 ということになりますので、まあ、なるべく次回のうちにセクション 5.3 についても一通り説明できるようにしたいと思います。ですので、まずはそうですね、ここから先はそのセクション 5.3 で、まあ、皆さんが一応学ぶべき事実を先に述べた上 で、 で、まあ、時間が余ったら、まあ、余った時間に応じて各その定理の証明を説明するという形で、まあ、授業の最後の方を進めたいと思います。ここまで何か質問ありますか。はい、じゃあ、今日はちょっと時間が早いんですけれども、ちょうど切りがいいところなので、今日はこのぐらいにしたいと思います。何かありましたらまた質問してください。どうも今日はお疲れ様でした。